そんな、そんな雰囲気で。スタイルじゃないね、そっち。多いね。やっぱ前もなんか熊がいた時にこんなマップになったから、熊が生成のあれなのかな。一応遺跡あります。うん、熊のせいな気がする。こいつあの必ず魚を横に呼ぶっていうマップ生成ボーナスあるから。開けちゃうね。遠いから。うん。もうあのこっちは勝手にクリアするわ。あ、鳥ちゃんがいる。こういう場合の鳥ってどうするんですか。まあちょっと自分の範囲外ではあるんですけど、ここは。いや別に取ってもいいよ全然。いや遠いっす。うん、あの今年じゃなくて、まあそのうち。はい、早く。もう挟んでないみたいだから、ここで。僕、ここは3個 90% 作る予定です。後で。ああ、じゃあ自分も頑張ろうかな。まあ、すぐじゃなくていいよ。イノシシはね、最初、土地取って、食料施設建てたいから。そう。あ、ここを右に残してます。ここも手に上げてて 90%。 あ、じゃあもう引き上げましょうか。来てそうだ。使うと引き上げた方がいいですか。引き上げた方がいい。こことここの領地は取っちゃった方がいいね。最初の年に。ここ見て、ここすぐすぐすぐ。こっちね、こっち、そっちは隣接してないから別にそれじゃなくていいけど。裁判マサさんにお願いします。はい、食料ないです。チタルート行くから多分カツカツだろうな。あ、取りたいんですけどまだなんす。あ、そうそうし、あ、もう大丈夫です。えい、大丈夫ね。オッケー。
オオカミさん分かっちゃおうかな。あーでも鉄さんか、買ってもいい。オッケー。アミさんは確か倒せるよね。落ちして大丈夫だよね。あ、いや大丈夫、勝てそうだね。オッケーオッケー。はい、狼で大丈夫です。足臭いってなんかオクトーバー派と冬ギリギリ派といるじゃないですか。どっちがいいんですか。まあどっちでも。まあでもどっちかっていうとオクトーバーに打つなら真ん中は越えててほしいかな。あ、じゃあもうそれ打ちますね。そうだね、了解。ま、真ん中とかどこでわかるんですか。いやもう打っていいよ、11月。ああ、そうですね、飲めば。いや、まあ、左下にあのメモリがついてて、あのメモリの真ん中らへん。地味にこれ、線があるんですね。そう、地味に線ついてる。ちゃっていいかな。こっちの方もらって、ね、いや、あのドラグルの場所。はい、じゃあいただきます。クリアしてもらった後に。
あれ、盾の達人ってどんな効果になったっけ？エイリットの。盾の、配慮？了解？じゃあ、でも祝祭打ちますね、うん、はい、お願いします。ありがとうございます。いいね。今日はもう不幸になってる。ちょっと待って、ここはね、入れないんですよ。いや、その3体倒すともう HP ミリになっちゃうんですよ。あー、もう HP が、あ、そういうこと、回復するところがないってこと。あー、じゃあ僕、狼3体は倒せます。カメラ残しといた方がいい。 OK。 実際は今度冬前の方がいいっすか。ここはいつでも。じゃあ行きます。1、2、3、4、5、6。うん、あとか。エルフはどっから来るんやこれ。ああ、こいつか。Yeah.
ほぼクリアできれば巣があるけど。めちゃくちゃあるね。めちゃくちゃ。大量の石が手に入る。入植しちゃっていいっすか？あ、そうっすね。ここまで最終的には取っちゃった方がいいかも。魚あるし。ああ、でも食料タイル3個あるのか。じゃあ大丈夫。取っちゃっていいですよ。わかりました。ただ途中で抜けます。見られましたね。見られたけど、あそこ欲しい。いけるかな。でもこれいけないってやつだな。あ、でも中立いるからボルトとダークウルフ、ダークウェルフこっちかもらえばいけるか。ブラック名声行きたいんだけど、そう、中立の名声が欲しいな。
余った石って何に使ってます？使わないですか？そうするともう使い道ないかもしれないです。そうなんですよまあでも2個だと足りないから立ててもいいかもね。1個攻撃場、攻撃場、うん、船乗り3軒立てれないんだったら攻撃場の方がいいかもね。うーん、攻撃場立てるか。あの兵士長だけ向かしてますよ。現在地点はちょっと遠いですけど。忘れてた。やばいやばい、ね、やばい、間違えた、操作ミスった。やります。了解。了解。お近くいる。あ、いや今行く。あれ、これは？あ、これ兵士出してんの？あ、ちょっとだけ出しました。なるほど。うん。じゃあ行きましょうか。入ります。これはまだ大丈夫。最後の、あ、ちょっと待って。あ、また分裂してる。これ行きましょう。来てる？来てる？これ。せっかくだから、選手出してるから。はい、よし。じゃあ入りますよ。やっちゃいましょう。このラストヒットが欲しいんで、ここだけ気をつけてください。じゃあ入ります。下がって下がって、あーセーフ。
ファルート取ってるはずなのにおかしいな。360しかないぞ。ダークエルフも後々やりたいな。兵士出しちゃってるし行く？それか。ああ。重たくない？兵士4体。いや、まだ大丈夫ですよ。大丈夫ですか？食料、あ、食料、あ、祝祭打ちましょうか。大丈夫ですか、本当に。大丈夫、これはまだ大丈夫。じゃあ、この祝祭は。たら行く？それともこの祝祭で終わったらダークエルフやる？あった。終わりました。はい。じゃあ僕も走りますね。このラストヒットもらえるんであれば欲しいです。これ。これもらえたら多分500いける。引くの遅れたんで気をつけてください、ね、あ、そうなんですよ。じゃあ入りますよ、入りますよ。あ、早かった。大丈夫大丈夫、うん、全然倒せる、全然倒せる。ありがとう。これで500です。あと8、8を名乗りできる。どこら辺に待機してたらいいですかね。まあ攻めるなら高だからここかな。ここだからこの辺かこの辺か。まあ、じゃあここら辺にいます。ちなみに準備 OK なので、あ、じゃあ行きましょうか。カズさんからコンバートしよう、遠いから。ここね、離れてるから。でもなんか別にラッシュって感じじゃないし、インコンパートしていっとくか。じゃあ走りますね。
で、これこっち入るんで、こっちの村人潰しといてください。はい、あれちょっと相手遅いんじゃないのこれ。いうか、あ、いいのこんな釣られちゃって。ちょっかいかけるから、カズさんが。ちょっかいかけるから。何え先に、先にかけられたの。あれ、敵が、あれ、敵がいると思って、見に行ったら、なんか、そのまま攻撃になって、いつの間にか俺の陣地の方に走っていて、え、何これ何これと思ったら、村人を大半殺されて、あんなやり方あるんだと思って。まあ、もうちょいだったんだけどな、もうちょい、そうだね、正直、兵士の数的には、うん。あれって俺が近づいたから、俺の、あの、俺の陣地の方に走ったんですか？あ、マジできつい。うん。あー、なるほど、なるほど。あー、そうだね。ちなみに、もし僕が、その、なんだろう、同じようなことをして、その、ちょっかいかけに行ったら何します？投げ斧。おうん、後ろから。ああ、なるほど。体力の小さいやつ。なるほど。そっか、視点外してるときに投げ斧から殺せばワンチャンあったってことなんですね。なるほど、勉強になります。おこの、うん、投げを合わせる